本日私石丸俊二は次の東京都知事選挙に立候補することを正式に表明します。その背景、理由についてこれからお話をしていきます。まず大前提なんですが、秋田方市長をまだまだ続けたかったという思いは先日の市の臨時記者会見でお伝えした通りです。ただそれでも優先してやらなければならないことがある。それがこの度の選挙です。選挙での挑戦です。やらないといけないこと、何かといえば地方の衰退、これを止めるという作業です。今から少しお話しするんですが、正直今日の会見でここだけでもしっかりニュースに記事にしていただきたいなと思います。人口動態の話です。日本の総人口は1億2800万人ピークを打って、今1億2600万人まで2020年時点から国勢調査で減ってきています。でそこから次の20年間で約1300万人減少します。2040年、この数字はほぼ間違いなく実現します。人口動態というのはそれぐらい良くも悪くも変わりにくいものなんです。そうしたときに1300万人も人が減って、この町が、この県が、この国が持つわけがないんです。断言します。すでにその兆候は現れています。自治体の財政破綻という極端な例としてはまだないかもしれませんが、着実に弱ってきています。